はい。パーサートレーナーのゆうじです。今日はですね、セクシーな男の足とはというテーマでお話をしていきたいと思ってるんですけれども、皆さん、足の形について考えたことはありますか大胸筋がここら辺がこんな風にあったりとか、内側とかね、上とかね、この盛り上がりとか、そこまで大胸筋に関しては細かく考えていたりとか、肩はね、前だけじゃなくて後ろもあった方がいい、ここにキレがあった方がいいと、まあいろいろ考えてたりとか、 まあそういうね上半身にはかなり気を配ってると思うんですけど足の形というものは自分がどういうものを追い求めていくべきかということを考えたことはありますでしょうか、まあ、ある人はどういうものを求めていますでしょうか、まあ、今日はねセクシーな男の足っていうのはまああくまでも。 あのセクシーフィットネスの中での考え方ということでちょっとやっていきたいと思ってるのでまあもちろんねこういうのは美的感覚になりますので個人の感覚個人の目的とかその辺によってね結構いろいろ変わってくるのでそれは本当に人によって変わってくると思うんですけれどもまあまだ考えてなかったという人に関してはちょっとね僕が考えるこのセクシーな男の足とはというところをね参考にしていただいてその上で自分の考え方をまとめていただければと思ってるんですねでまあ ただ僕の足ですけど、よくね、あの、これもね、コメント欄によくあるんですよ。足は細いなとか書かれるんですけれども、ボディービルダーほど太とかないです。だけど、別にそんなに細くはないですよ。別にそんなに細くはなくて、まあ、意外とそこそこまあ、ありますので、細いジーパンとか普通のストレートってやっぱなかなか入らないぐらい正直言ってあります。あるんですけど、まあ、ボディービルダーのぶっ飛ばしともまた違うというところが、 まあ実情かなというところなんですね。で、まあこの足、まあ僕は、 バスケットボールを中高ってやったんで、その時の足の筋肉は、まあその時は正直言うとこれよりももっと太かったです。高校3年生の時はね。だけど、それから足のトレーニングは18歳の時はずっと毎週毎週やり続けて、途絶えさせたことがないので、足のトレーニングはずっと30年以上続けてるわけなんで、まあそれよりは細いですけど、でもある程度の価値を保ち続けながらやってきてるというところなんですけど、まあこの足の形、一体はどういうものを求めてやってるかというと、まあ僕が求めてるのは、まずテーマとして3つあります。 一つは代謝を高める足。二つ目は動ける足。三つ目、かっこいい足。かっこいいだけでもないということなんですね。逆に NG な足はどういう足かというと、細い足。ジーパンはね、どんなんでも入るかもしれないですけど、細い足っていうのはとても僕にはちょっとセクシーと思えないです。かっこいいとも思えないです。やはりある程度の太さとかあることで、やっぱり男らしさも生まれてくるとも思いますし、もちろん代謝を高めるという意味では、ある程度の太さあった方がいいと思う。 それから動けなない足、ね、なんか筋肉がすごくあるんだけどなんか全然動けないスポーツやっても全然動くことには何のメリットもないような足っていうのもちょっとダメです。動けるような動くこともできるような足がまあ僕は欲しかったわけです。 それから、かっこ悪い足ですね。まあ何がかっこいいかっこ悪いとかいろいろありますけれども。えっと、まずですね、代謝を高める足というところですけど、まあこれはさっきの細いというところであれば、細ければ当然筋肉、筋繊維が細いので、エネルギーを消費すべきところがあまりないということで、代謝の高い体というのは作れないですね。なので僕は体脂肪を落としていく場合には、お腹を脂肪を落としていく場合には、足の運動をしっかりやっていくことによって、代謝を上げてお腹の脂肪も落としていきましょうと言ってるんですね。で、その代謝を上げるというのはやはり、 筋肉がある程度なければ代謝は上がってこないで足の筋肉をやっぱり作っていくことで代謝ってやっぱ上げやすいんですね細ければやはり太りやすい体と言えると思いますまあ女性の中で、まあ、まあ今日男性の話ですけども女性の中で足が太くなることを結構嫌ってる人もいるんですけどもこれ、ね、極論を言って足が細くてマッチ棒みたいな足でここがじゃがいもみたいな体っていうのはまあっぱりやっぱり世の中よくありますでそれがいいのか 足が少しだまあ正直言うともう4050過ぎてくるとどっちかを選ぶしかなくなってくるんですね。ここも細くてここもも細細くていとそれ17歳なんですよ。もうそれ以降なかなかちょっとやっぱ難しくなってくるんですね一般的にね。なのでちょっと足が太くなっても筋肉がついてもここの体脂肪がつかないここから上も全部つかない。 という方を選んだ方が正直言って4 50歳以上は賢い選択だと思っているので、まあ、これは男の人もやはり少しだけ足が太くても代謝の高い体を持った方が、まあ当然お腹に肉もつかないし、中身的にも健康な体というのは作りやすいですね。それが動ける足ということですけれども、動くというのは何が必要かと、いうとまず一つはパワーです。筋力が必要なので、足のトレーニングをやっていくときにはあまり軽すぎてはダメということです。それなりに、まあ、 あの怪我するほど重いのをやる必要はないです。けれども、10回もしくは15回ぐらいがかなりきつかったな。息かなり上がったなっていうような。重さではまあ、やっていく必要はあるかと思います。それによってとにかくパワーを落とさない。そうすれば筋力があれば自分の体が軽くて階段上がるだけでも当然自分の体は軽く感じていくし。 普通に歩いてるだけでやっぱり自分の体は軽く感じるので疲れにくいというのもあるし、まあもし何かスポーツをやってね、ジョギングにしてもサッカーにしても何かやってるんあれば、スッと動くということができるようになってくるし、筋力あればものすごくジャンプすることもまあできるわけですね。で、全然ちょっと話違いますけど、あのー、4年前、今から4年前に、えっ、ー、と、僕の下の子の 幼稚園でで、ね、運動会ののパパリレーっっていうのがあったんですよ、まあ、ここの幼稚園はねパパリレーもかなり本気者でそもそもお父さんですが大会系ばっかりみたいな人で僕が走るのちょっと恥ずかしいぐらい足が速い人ばっかりいるので、まあまあ、僕はちょっとリレー選手としては走れなかったんですけれどもただ一緒に練習しようということで、まあ、一緒に練習をしていましたでちなみにそ,その練習した時に、まあ、100m ぐらい 50m100m ダーッと走るっていうのをやった時に僕の足もそうですけど体の筋力はのパワーがすごくあるので。 自分でもそれねあの本当に何十年かぶりぐらいに本気でその短距離走ったら、まあ、23日はちょっとちぐハグしてるなと思ったんですけどちょっとしたら、まあ、慣れてきてそうしたら自分の体のパワーがものすごいんですよ。 車で言うなら普通車1800キロとかなんかありますけどそれが700キロぐらいしかない車体に500馬力のパワーがあるみたいな感じでものすごいパワーでブワーッと自分が走れたのがびっくりしてあれ俺これ中学生の時軽,軽くないかみたいな感じはあったんですねそれでまあその時に公園に垂直飛びをこう測るものがあってですね公園にですねそれじゃあみんなでやってみようってやったんですよさっき言ったようにものすごい運動神経のが周りにいっぱいいて僕は死ぬほど頑張っても真ん中っていう人間だったんですけど この垂直止めをやったときに、なんと、その15人ぐらいいたパパたちの中で僕が一番だったんですよ。これもびっくりです。これはやはり筋力があるから、動ける方になってたということですね。なので、普段トレーニングをやってる、やっていくときにも、軽すぎない、足を太くしたくないから、歩道でいいっていうんじゃなくて、やはりパワーはね、怪我をしない程度に高めるような、そういうね、重さをやってほしいとは思ってます。 まあ僕もね、あの、そこまでむちゃくちゃ重いのはやってないんですけれども、まあスクワットをやる場合には90キロか百100キロという重さで10回はやっていきます。それからウォーキングランジをやっていくときっていうのは24キロと24キロダンベルを持ってウォーキングランジをやっていくのでまあまあ重いですよ。だけど、 あのそれはまだ正直言うとあのボディービルダーとかその辺でやる人か,から比べるは軽いねっていうようなレベルなんですけどだけど自分の体を支えるには十分な筋力を高めるような重さであるということですねなのでそういうような重さはやっぱりやっていく必要があるということそれから動ける体っていうのは使い方とか体の連動というものもあるのでこれに関してはスクワットはあまりちょっとねあの悪くはないんですけどそれよりはやはりランジ系ねランジ系の中ではやはりウォーキングランジをしっかり、ね、やっていくというのは そのまま結構、ね、意外と、ね、走るに役立つんですよあるいはやはりこういう、ね、ブルガリアンスクワットをやっていくというのは体の連動がうまくなければ これね初めてやる4 5 0の人だと結構グラグラおおーってなりますけどやはりこういうことをスッとできるような体にしておくということでまあそのウォーキングランジとかブルーラインスクワットという種目をやっていくことが体の使い方としてはうまくなりやすいのでそういう種目をやってた方がいいということですねそしてかっこいい足ですねここですよかっこいい足でこれ足については僕は4つにパートを分けてます4つ足といってもまず1つ目がこのお尻なんですお尻で2つ目が足の ちょっと生めかしくてすいませんねでしかもここから日焼けしたんですけど、えー、とお尻があったら足の根元根元があります足の根元ねそれから、えー、と足の根元があったら今度は膝上これが3つ目で膝から下というのが4つ目という感じですねこの4つのパートに分けて形を考えていきます要はその4つのバランスなんですねお尻はできる限り半円を描くような ぽっりりしたた盛り上がりがあった方がいいそして根元根元はある程度の太さがある方がさっきの動ける体になってくるということそこから先のここですね膝上の辺りはあまり太くなくてもいいそこそこぐらいでいいここのところがまあボディービルダーの人の場合には全てを究極にでかくしていかなければいけない競技なのでいわゆるこのレッグエクステンションというのはかなりやり込むんですねだからここのまあいわゆるティアドロップっていう涙 ですね、涙みたいなこの形になるって言うんですけどここの部分っていうのがものすごいボコッと張ってるのも含めて評価になってくるんですけどまあそうじゃないあの、まあ、ここでいうセクシーな男なしというのはここはそこまで太くないけれども根元はあるそして膝から下に関しては筋肉はねこうキレがあって筋肉もあるんだけれども細くてこれ何もなかったらあれですけど。 筋肉あるんだけど、ある程度ここに比べたらシャープになっていくという風な足というものをまあ僕は求めてやってるので、形としてはお尻と根元に関してはある程度のボリュームを求めますけれども、膝上と膝下に関してはそこまでボリュームを求めてない、形は求めるけれどもという感じなんですね。そこのやっぱりバランスというものは大事かなと思いますね。お尻に関しては当然、いつも僕が言ってるランジ系、まあ。 ウォーキングランジをやってお尻を使ってそれからワンレグでドリフトをやっていくということをやってしっかりお尻を作っていくというのはまあお尻にとっては必要ですねそれからこの根元を作っていくというのはまあここはあの普通にスクワットとさっきのウォーキングランジとかランジ系とブルガリアスクワットでいいと思いますねスクワットというのはしゃがんでいくとそのランジ系と違うところっていうのは結構外と内側を使っていくんですね この外側抗筋とこの辺りをかなり使っていくということそれから半剣腰筋半膜腰筋というこの内転筋の一個後ろなんですねこの辺りを結構使っていくんですけれども今度はランジ系の場合には大腿直筋というこのど真ん中のここですねこことあとお尻ハムストリングスの付け根辺りをかなり使っていくという感じになってきてちょっと使い方違うんですけどこれはこの縦のこのラインそしてこの横のライン ということである程度の足のボリュームを作っていくにはまあそれは両方あってもいいかなと思いますけどまあただね一般的にはどっちかというとランジ系をやった方が横の張り出しはそれほど強くないので縦のこことあとお尻の方を鍛えるのでランジ系をやった方がまあ特に女性の人はそっちの方を重視してやった方がいいスクワットはそんなにやらなくてもいいかなと思ってますで、まあ男の人でもえ今のこの辺のお尻はあってもいいけどある程度シャープにしたいという人はスクワットよりはランジ系の方がいいかもしれないですね そしてまあマシンでいうこのレッグエクステンションとレッグカールですまあレッグカールはまあ別にいいと思うんですけどレッグエクステンションそこそこね丁寧に3セット綺麗にきっちりやっていくというのも本当3セットぐらいあればいいと思いますそれ以上力を入れなくてもここにここをぶっとくしてしまうと正直と見た目にもねちょっとねあの例えばこのぐらいのハーフパンツを履いた時には結構重そうに見えるんですよ鈍そうに見えてしまいますなのでまあそんなに僕は太くなくてもいいかなその方があのスマートなかっこいい体が見えるかなと思います で、ふくらはぎに関しては、カーフレーズといって、マシンを使う必要はなくてですね、えっ、ー、と、まあ、家で言うなら、ちょっとした段差があればいいので、まあ、玄関とかこれぐらいね、ちょっと段差があればそれぐらいでいいんですけど、例えば、 今ここに雑誌しかないので、これでやりますけど、本当に7センチか10センチ段差があればね、ここに母子を乗っけて、軽くこういうとって,て、片足だけでふくらはぎを上げていく。ダンベルを持ってね。片足で立ってる側の足の方にダンベルを持って、かかとを上げていくというカーフレズ。上と水平か水平より1センチ下かなという感じ。それより下行かなくていい水平か水平よ1センチ下ぐらいまで。で、締める。高く上がろうと思いすぎると、これがこういう感じに膝が出たりとか、 おお尻尻ががが前前にににに出るのでで膝お尻が前に出ないいいよよううう真上に上がるようにやっていくという感じなんですねそれも押す位置というのは足の裏のこの母子球の部分だけを押して降りても母子球を押しているという感じの上下で高く上がるんじゃなくてふくらはぎを締めるふくらはぎを引き伸ばすふくらはぎを締める引き伸ばすという感じでやっていけばこれ片足でやっていくのも今までやってない人がダンベルなしでやっても相当最初筋肉続きます。 なのでまあ一般的には本当に何も持たなくてもある程度いいかもしれない。まあちょっと慣れてきたら5キロ、10キロ持ってもまあいいと思うんですけど、まあそういう感じでやっていくことで、ふくらはぎのやっぱりね、形切れというのは作りながらやっていった方がいいかなと思います。やはり例えばこういうハーフパンツ、まあこういうの何、と僕もたまにチノパンのハーフパンツを履きますけど、見えるのはこの膝からしたふくらはぎは夏かなり見えますから、ね、T シャツの太い腕と僕は同じぐらい大事なパーツだと思ってますので、そこはね、何もなくて細いっていうのも 正直まあ僕はセセククシシーーフィットネスとしてはセクシーではでないいと思いますなのである程度やっぱり筋肉があった方がいいしだけれどもぶっとくってドーンとなって太いまあそれなるのは正直大変なんですけどそう,そう簡単にならないんですけどというのもちょっとあのスマートな警戒感は生まれないのでまあある程度ね本当にもう自体重もしくはせいぜい重くても1 0キロぐらいでこれをやっていくというぐらいで十分なんですけどそれをやっていくことでキレを作っていくね。うん ちょっとしたメリハリを作っていくことがあればいいかなと思います。そうすれば、ハーフパンツでもやっぱり、こっからしたら見える部分ですから、人が、歩いてたら人が後ろから見てる、階段上がってる時には、結構ね、そこの部分、人の目に映るところなので、まあ、そういうところで自分のね、かっこいい体というものを演出していくことができると思います。実際ね、あの、上半身をある程度作ってても、足何もやってなくて、ふくらはぎは何もないっていうのは、 人から見ると、なんかちょっとアンバランスだね。バランス悪いよねっていうふうに見えてしまうので、少しだけやっとく方がいいと思いますね。まあそんな感じで僕は、お尻、ももの付けね、膝上、膝下という4つに分けてそのバランスを考えてやっています。まあこのバランスを考えていくことが、まあセクシーな男の足を作っていくコツなのかなと思ってますので、えー、まあそのために種目を選んでその運動の量の割合とか変えていく必要はあるかなと思いますので、あの、ただ単にやみくもにやるわけでもない。そしてやらないのでもない。 太いわけでもない。まあその辺をね、えー、やり方もバランスを考えながらやってほしいと思ってます。足をね、なんとなく、もちろん代謝を高めるとか絞るためだけにやっててもいいんですけど、それだけでなく、さらにかっこいい体を作れるような、まあそんな感じで、しっかりプログラムも考えていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーサー,トレーナーたゆうじでした。